皆様こんにちは。ペットリフォームのセラフ榎本です。今回は猫が緊張している時の仕草についてご紹介します。1. 肉球に汗をかいている。本来猫は汗をかかない生き物なのですが、例外として肉球と鼻の頭の付近にだけはかきます。野生の中で敵に姿を発見されてしまった際に肉球が汗をかくことで木に登る時の滑り止めの役割をするので、非常に合理的な現象なのです。 2. よだれを出す。このよだれはあまり危険なものではなく、一時的で時間が経過すれば収まるものではあります。 3. 尻尾を体に巻いて座る。尻尾を体に巻きつけた座り方は、周りをある程度緊張感を持って警戒しながら佇んでいるような状態です。以上で猫が緊張している時の仕草についてのご紹介を終わります。ペットリフォームのご相談、お見積もりはセラフ榎本にご用命いただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。